サークルの友達と熱海旅行に行きました。海に入って、あとはロープウェイ登ったりとか。セミ取りに行った。30匹以上は。すごーい。自分で取ったの？おじいちゃんと僕で取りました。ハワイ。1ヶ月ぐらい。1ヶ月？短期留学。え、うまくなりました？わかんない。わかんない。福岡に行ったぐらいです。福岡？はい。おばあちゃん家が向こうにあって。生ガキ食べました。美味しかったです。どこで？え、長野。長野、まさかの。長野で。夏休みで。東京にみんな友達がいるので、会いに来たことですね。このみんなでこうプールに行った、それぐらいちょっとほのぼのしたことがちょっと楽しかったですね。逆に海行きました。どこの海行ったんですか？海、茨城の海行きました。暑かったけど、まあでも楽しかったです。はい、滝行ってきました。奥多摩の方の滝を友達と見に行ってきました。写真撮りに行ってきました。子供用の携帯電話を買ってもらいました。嬉しかった、嬉しかった。あ、フィリピンに行ったことです。セブとか。セブ島どうだった？あ、なんかいろいろ魚とかも見たりして面白かったです。琵琶湖、ホテルとか博物館とか。スカイツリー登った。めっちゃ都会で、めっちゃ建物いっぱいある。大阪より埼玉の方が朝とか涼しかった。ゲームで外国人の友達ができたことです。どこの国の子？分からないです。何言ってるかも分からないです。スカイツリーです。楽しかったです。スカイツリーってどんなの？高くて中も綺麗でした。京都で水族館とかいろんなところ行って楽しかったです。地元の友達と一緒に海に行って遊んだのが思い出です。地元はどこですか？新潟です。あ、サークルのボランティアで被災地に行ってボランティアしてきたことが、まあ思い出として残ってます。仮設住宅に行ってお手伝いさせてもらったり、あとは向こうにある大学でお手伝いしたりとかですね。バーベキューとかしかしてないです。バーベキューしました。新潟の地元直江津っていう海でやりました。初めて人前でなんかすごいノリノリになってくれてる観客の前で演奏できたのが一番の思い出です。東京ドームの AKB のライブがあったんですけど、それに初めて当たって、で念願の、まあ、小さな夢が叶えることができたっていういい思いでした。ちなみに推しメン誰なんですか？まゆです。あ、香港。香港どこ行ってきたんですか？なんか中国、あ、中国じゃない、ディズニーランド。全然ディズニー夢の国じゃなくて、ゼミの合宿行って船こいだ、湖で船をこいだ。部活の合宿でしたね。何部？ソフトテニス部でテニスして、その後海に行ったのが思いです。東京に遊びに来たこと。大阪です。キャンプ行きましたね。キャンプ、はい、どこ行ったんですか？静岡の伊豆の方まで。へー。あー、横浜の花火行きました。横浜の。どうでした？なんか風がなくてなかなか綺麗に打ち上がんなかったんですけど、その時になんかジャンプのコラボしてて、ワンピースのルフィの麦わら帽子とかこう上がって、ワンピース好きだったんで結構、まあ、それ見れてよかったかな。隅田川の花火に行ったんですけど、全身びしょ濡れになって終わりました。浴衣着てたんですけど、サークルで7泊ぐらいの合宿に行きました。結構遊んだり花火したり。 In l'ultimo giorno ad Okinawa quando i miei genitori mi hanno fatto prendere il gommone sull'acqua, la banana diciamo。 カナダに語学研修行ったことが一番の思い出ですかね。夏合宿ですかね。まだ遭遇したばっかりで、いろいろ伝統を作っていかなくちゃいけなかったんで、そういう面で結構思い出に残りました。
合宿が辛かったです。どう辛かったんですか？いやなんか朝も夜もめっちゃ走ってもうめっちゃもう毎日それでめっちゃ大変でした。沼津の深海魚の博物館に行ったんですけど、それがすごい楽しかったです。なんでそこに行こうと思ったんですか？深海魚が好きだから。海で知らないおじさんに花火を買ってもらいました。え、台湾と石垣島に彼女を作ろうと考えたんですけど、未だにいません。それがこの夏の悲しかったことです。彼女と花火行く約束をしてた前日に振られました。他に好きな人できたのかな、そういうやつで。大学の友達と一緒に江戸川の花火大会行ったことですかね。でも台湾に行ったんですけど、台風直撃で9分ってところ行ったんですけど、もうあの千と千尋がなんか舞台になったっていうところ行ったんですけど、もう大雨と風でもうレインコートと雨傘ですごい大変でした。海行きました。どこの海行ったんですか？九十九里浜。毎年しかやってないですね、ずっと野球と。本当にサークルの合宿しかで山中湖行ったぐらい。山中湖海ですね。地球の丸く見える丘でナンパされたりとか。あ、されました。すごい。あ、海行きました。海そうだよ。茨城と江ノ島行きました。どうでした？海良かった。行ったことなかったんで良かったです。ジェットスキーをしました。首の関節がおかしくなりました。この夏はずっと勉強しかしてないです。編入の勉強なんですけど、してないです。